上がり際で取れる努力をするって。引っ掛ける選手とかよくこうやって小指上にこうやってシュート投げろシュート投げろっていうような、サードの人がこうやってやんセーフティーとかでやるじゃん。もうボールループ弱くて大体セーフティー。取って割れってよくアマチュアの時とかこう教わってて、それはどっち派ですか？割るか割らないかみたいな。自分はあんまり割るっていうイメージはないですね。はないですね。自分の場合はさっきあの裏でここから先を投げてるって感じだったんですけど、自分はもうこの胸ぐらいから取って胸ぐらいからこうやって開いていって、そしたら勝手にこれが遅れていって自分の体重移動で手が離れていくので、そんなイメージ。確かにこう割ってしまうとここが開かなくなってしまうので、割ったらこう投げてしまうじゃないですか。だからあんまり割らずに自分の体重移動してる間にこれが勝手に遅れてきて、でここから先がポンっていくんで自分もそのまま走っていくっていう感じなので、あんまり割るっていう意識はないです。ゲンちゃんどう？僕取って自分がそっちのあっちの一塁方向に近づいてきたら勝手にあの自分の体が、はい、そっち側行って、はい、勝手にその時に割れていくって感じですね。はい、タクさんなんか僕はだからそれこそさっきあの転校してた時に教えてもらったのも、もうここで割りなさい。そうだよね。そういや分かる。そうもうここでこれ割れって割れ取ったらもう割りなさいって割りなさいって。だ特にあの練習用のアンパンの、うん、あれってもうポンって当てたらこっから持ってこないでしょ、うん、だその練習やっぱりずっと転校した時にしてたっていうのもあるんだけど、だから教えてくれもらったいただいたコーチがもう取ったら割りなさい、うん、なんだけれどもさっき源田君の言ったように取ったところに体を持っていけば自然に離れますよっていう、うん、自分の中では取ったらここに持ってくるっていう意識はあんまりない。はない。お子ちゃんは割る意識ある？意識的にこうやったことはないですけど、うん、こうやって取った後に必ず右に乗るじゃないですか、うん、そしたら行くと同時に僕この辺にちょっと力ためないと投げれないんで、うん、その時に自然と、左足を前に行って、なるほど、右手を後ろに行ってっていう状況。みんな投げる時ってこうやって離れてる？ここだ。俺はここからこう割るな派なの。割るな派で割ると結局投げる時このまま投げないから戻したりしないといけないからいろんな動きが出ちゃうから一定しないっていう考えで、俺は取ったらまあ足が運んでいったらまあ勝手に中心に来て投げるから離れるみたいなの、俺はそういうふうに、その離さないと壁もできやすいっていうイメージだったんだけど、結構これね割れるんだよね。割りなさいっていう派と割らない。ただ割った時にこれさっきも言ったようにこの左投げる方向、左肩がしっかり投げる方向に向けてるかどうかっていうのがすごく大事で、ただパンで割ったとしてもこのままじゃ絶対投げれないんで、そうそう、ね、さっき慎也さんが言ったように今度投げる時一回戻す作業が入るから。でもタクさんとか取ったらこういうイメージなんだよね、うん、左手が、うん、これ大事ですね。ここね、こういうイメージですね。そうだね。だからこうっていうよりもだから肩を振っちゃうっていうよりも割ってここに止めておけば自然にここで止まる。こっちを左を振っちゃうと横振りになっちゃうからボールが横にやっぱりずれやすい。あのラインをしっかりこう自分の中でラインを引いて投げるには左肩もそうなんだけど、グローブをここで閉じておくとそのまんま絶対右手でここで止まるんで、多分そのイメージ。こうやって投げる人がすごい投げにくくないのかな。結構いるじゃん、取ってこうやって、はい、パッてこうやってやる人。ていうかこの声、こういうとこもいてる、ね、俺多分ね、ここにある人は多分苦手やと思う。ここにあると引っかかるから逃がしてるんだと思う。金子誠とかって この辺だ。あ、でも確かにそうだね。こうなる。左手をうまいこと使ってる感じはないかな、確かに。だ、元々やっぱりピッチャーなんでこっちのこの使いっていうのはすごくやっぱり意識するんですよ。なんかいろいろあるから面白いよね。その基本は多分行くところは多分一緒なんだろうけど、やり方、例えばゴロの足の入り方って源ちゃんなんかはもう絶対もう右足で捉えて左足はもう最後の最後まで粘るわけじゃん、うん、はい、逆に言うと俺なんかだったらもう先ついてこの間が欲しいみたいな。
だけど、まあ、その結局は上がり際で取れる努力をするっていうことだよね、うん、そうですね。ショートバウンドのショートバウンドだよね。ポツンってこう上がるとこですね。これが結構ね今落ち際っていう子が多いから、うん、これちゃんとゲンちゃん発信してね、はい、現役の人の言うことの方がよく聞くから、やっぱ上がり際で合わせていってっていうのはそうだよね、まあ、そこが一番体重がうまく乗っけていけるんで、ね、バテ乗っけていけるんだよね、はい、スローイングも楽になって、はい、グラブも立ちやすい、はい、なるほど。トップ作るときにこういうトップとかって意識したことないでしょ。ある？いや、ないです、ね、ないよね、はい、外には向けないでしょ、そんなに。向かそうとか、もう投げようと思ったらもう結構ボールさっき向くよね。ちょうど間ぐらい、そうさ、まあ、ピッチャーでいうとサード方向向くみたいなぐらいだよね、ぐらいですね。でピッチャーの時はこう教えてもらいました。そうそうでしょ。そうそうそう。俺なんかはもう絶対こうなの、うん、もうボールがもうそっち側に向いてる。自分はサードぐらいかもしれないです。こう向いて胸を張るからね、はい、胸を張ったところが投げるところなんで、こうしたところなんでこっち側向いてます。だから投げる時にこういう意識とかないでしょ。ある？いや、ないです。もう普通にピッと話してるだけでしょ。どう？いや、僕はこういう意識やった？ありました、時々。そうなんだ、はい、縦振り、横になった時に縦振りしてる時はわざとこうやってこうやってます。ああなるほどね、はい、動きがそうなった時に特にあの潰しがあったゲッツーとかは。ああなるほど。あの握ってこうやると握れてないとこうスライダーするじゃないですか。ってなるとシュートの方がどっちかとしては見やすいです。その時にはこういう時はもうこうやってこうやって投げてました、私の場合。なるほど。引っ掛ける選手とかによくこうやって小指上にこうやってシュート投げろシュート投げろって言わない？はい、そう、引っ掛けやすい選手とかもうとにかく向こうにシュート投げる、小指が上に行く、シュート投げろシュート投げろって言うと、うん、あんまり引っ掛からない。みんなどちらかというとまっすぐというよりかちょっとシュートしていいよって思ってます？シュートがいいと思って、自分もともとピッチャーもやってたので、はい、肩もガンって投げてたんでスライダー気味で結構入った時とかはワンバン結構弾かれてたんですよ、はい、でなんでかなと思ったらやっぱりこう自分が取るときにキャッチャーからのでもこうスライド気味に来たらどっちにこう跳ねるか分からないけど、シュート気味に来た方が取りやすいなっていうので、そのシュート気味にっていう練習しました。なるほどね。それはあるよね。ありますね。まあ、野手ってどちらかというとそれるのはこっちがそれた方がいいもんね、はい、でそれはやっぱりみんなそこは一緒なんだね、うん、ちょっとシュート気味の方がいいよねって思ってるっていうことだよね、はいはい、だってゲッツーでセカンドのスローを引っかかってきたら取りづらいやっぱり取りづらいこっちにまだ抜けてくる方がね。そうそうそう。基本的には、まあ、内野手って左足の前出しなさいってよく言われるじゃない。で、まあ、こっちは避けた方がいいですよっていう。でもまあショート、俺らまあショートで言うと二遊間はこっち側に行かないと無理じゃない。こういうふうに前に入れちゃうと投げれないから基本的にはそうなんだけど、そこは意識してました？自分めちゃくちゃ意識しました。してました？全部前に出すようにしてました。あ、なるほど。その意識があるからこれこういった時もこっちに出せるんで。なるほどなるほど。これをこっちでいいやと思ってしまうとこっち側に体が行くんで、こっち側の打球も後ろには行ってたとしてもこっち側にこうやって出してるんで、なるほど、ね、全部こっちに出します自分。向きがそっちに入りやすいんで。すごい。それ二遊間でできたらすごいよね。できないです俺もできない。だからもうこう行ってこっち側でこっちで行ったらこのままって投げれないんですけど、うん、自分はこっち足でこういったらこっち足でこうやって投げれるんですよ。こっちに流れてても。だからそのまま投げれるようにこっち足は常に自分は前に出すようにしてました。でも基本的には前だよね。はい、こうですね、はい、意識してた？いや、僕はこれができなかったのでちょっとステップしたところに置く。左足の方に持ってる。それかもう完全にもう体全体使わなくちゃいけないんで時々後ろになってる。ああ、なるほど。っていうのはたくさんなんかも前、サイズがちっちゃいんで投げれないんですよ。そうしないと。僕はもう前です。そうだね、絶対前。こう歩いていく、こういうイメージ。イメージね。もうまあ大体、まあ、前っていうと子供たちって結構こういうふうに前出しちゃうんで、あ、まあ、それだけはあれなんだけど、俺も大体左足付近かな、うん、なんかまあこうなる時もあればこうなる時もあるっていう。だから二遊間はどうしてもこうなる、うん。それでも取りは珍しいと思うよね、多分。そう、ね、練習しましたよ、めちゃくちゃ。あ、そうなんだ、はい、こうやって投げれるように、外人の方が投げるじゃないですか、投げる、このまま。なんで投げれるのに自分が投げれ、まあ、
力が投げれないというか力が入らなかったんで、それはやっぱ体重の向きでこう流れていくとやっぱ投げれなかったんで、それ投げれるようにしたらどうしたらいいかなと思ったら、こう入っていった時こういったらここでちょっと溜まってるんで、この力が生まれるんですよ。俺はもう楽な方を選んだね、なるべく回転したくなかったんで自分はもう俺はもう楽な方がいいからもう全部回転してたけど、源ちゃんもやるよね回転。でも僕苦手なんで回るの、あの結構このままこっちに逃がしながら早く話します。あ、なるほど、ね、はい、小坂はあんまりこういうのなかったです。たくさんたまにあったイメージ。僕目線から消えるのがダメなの。あ、ダメなの、はい、俺も目回っちゃうもん、あれ一回転するの必ずこうですなんでもあの辺普通に正面で撮ってたもんね、センターに抜けるの普通に撮ってます。人がギリギリのところ、うん、あとね、逆シングルのイメージってどういうイメージですか、出すイメージ。まあよく聞かれるのは逆シングルってこういうイメージでしょって言われるんだけど、俺はね、俺の感覚はファーストのショートバウンドじゃないけどこう入っていけっていう風にな、逆シングルだね。でバウンド合わなかった時に初めてこういう風になるっていう感覚なんだけど、みんなどう、逆シングルって。自分も全部こうです、全部前にこう入れていく感じ。ここはもう自分の中では横向いてますけど、こう正面と思ってるんで。ああ、なるほどなるほど。それに対して置いといて、あっちに、まあ、投げる方に行くじゃないですか、うんうん、そこに行ったらもう自分はちょっとこう出していって、なるほど、向かっています。引いてしまうと次投げる時の距離も出てしまうんで、うん、基本的にはもう最後好きなのはもう最後の手段です、うん、あ、僕逆かもしれないです。あのバウンドによってこう行くこともあるんですけど、うんうんうん、基本的なイメージはこのまま吸収しながら取ってこう、もう、なるほどね、このまま、この勢いをこういう風に使うっていう。なるほど、はい。たくさんも力ずくで投げてたよね。そう、肩強かったかな。けどイメージはこっちです、そのまんま、うん、こうです、うん、こっちに行っちゃうとこっから煽っちゃうんで、うん、どっちかっていうと こっちに行った勢いを、うん、そう、力を、うん、そのベクトルをこっちに向けたいんで、うん、一回こっちに乗りたい、うん、そのためにやっぱり行ったら後ろっていうよりもまっすぐ前行っちゃう感じ、うん、まこちゃんはちょっとこれがちょっと不器用だったんで、こうやって緩いやつは完全にこう向けます。でこれでこれで投げます、うん、全部追いついちゃうもんな。いや、まあ、確かにそれであの速いやつに関しては自分の走ってる方向のラインにグラブをこう出すだけです。なるほど。だからみんなこういうイメージってあんまないよね。ないですね。でも結構こういうイメージ、うん、教えるときはやっぱりこうやって言っちゃうハンドリングはどうしても手首やらここ、肘から下を柔らかく使うっていうところでどうしてもやっぱり、うん、でも実際自分でやったらこうは取ってないよね、うん、前やけどこうギリギリのやつなんかはさ、たくさん似てて、まあ、ちょっと斜めになるじゃない。だからそっち側に力を一回働かせてここの股関節で止めるみたいな、うん、でここの反動で投げるっていう感じだったかな。逆シングルもね結構聞かれるんで、これも多分人それぞれ感覚違うだろうな。固まらないですかこの辺だけ。うん、分かる分かる。この辺にあるとでしょ、はい、なんかこうだらんとしてる方、こういう風にして入っていった方がいいっていうことでしょうか。だからここで取るっていう意識じゃなく、うん、一旦ここで捉えるみたいな感じで肘でこういくわけです。うん、なるほど。っていうのが難しい。あとは効き目もあるんじゃないかなっては思う。手足が長い人は右左のね、引いた方がいい。ああ、へえ、離れちゃうか。左で、あ、これみんな右で左じゃん。そう、左でこの感覚が難しい、はい、難しい。感覚的に普段こうやって左で構えてて、はい、だどっちの目で見てる、効き目って絶対あるじゃん、はい、そこでこの逆シングルってその考え方面白い。こういう見方でしょ、はい、普段やっぱりこうやってボールって見てるから逆シングルって多分違う。でもみんなゴルフ右とかでやったらこのイメージあるの。でもそれ言い出したら多分左の人は今度こっち側に行ってちょっとそうなってきますけど。いやでもだから効き目が俺だったら左だからこっちの目で見てるから、こっちは別に容易なの、こっちの目で捉えられるから。ただこっちの目が後ろ行っちゃう、こっちの効き目だと多分視界がまた違うんじゃないかなっていう気もする。なるほどね。みんなやっぱりいい選手はいろいろ考えてるな。いや、そんなに考えてないですよ。ああ、だこうだと現役の時は考えてないです。なるほど。コーチになってからです。あとこう僕がそのアマチュアとか見てて、結構前に勝負かける時に結構後ろ反らす選手多いじゃない、うん、バーっていってボーンっていってこうピュッて、俺すごいあれ嫌いで
みんなあの勝負かけるときって体にライン入れたりする、外す、バーッと前出てきてパッてグラブ出していくときに基本的には俺外すのは難しいと思う、はい、こうはそうですね、外します、外した方が伸びる、手はそうだよね、行ったらやっぱり転ぶな、俺正面入ってった。でどういう感覚、こうは出さないよね、こういう感じ、前に最悪前に転がってくれっていう、うん、そうだよね、こう走っていって、うん、こう最後行ってしまったら後ろの可能性があるんで、できたらこうやって前に弾くぐらいの感じで取れてたらそのまま投げる、そうだね、なるほど、だから最悪例えば前に転がっていってピッチャーなりキャッチャーなりがこう取ってくれるっていうイメージですね、あんまりこうして勝負かけたら、うん、それが一番怖いんで、こう俺なんかもこうやって撮ってるんだけど、俺の理想はこうなんだよね、あもう体も手も保険かけますみたいな、でそこでこういうふうにしてポンってこうやって投げれるのが、これね辰巳さん高校の時こうやってやった、だからもうずっと見て真似してたんで、だからでも撮りやすいのは絶対こっちの方が撮りやすいよね、スナップスローってどこ意識するところはある？ないないでしょ、ないない、いやこうやったら投げれるでしょっていう感じでしょ、そんなことない、だって室内であそこに1億円の壺が置いてあります、あそこにぶつけないようにしっかりこっちまで投げてくださいって言っても投げれる自信はありますね、それぐらいあんまり気にしたこともない。まこちゃんはどう、あるそうスナップスローするとき、スナップスローってやると絶対こう引っ掛けちゃうので、うん、あのこっちで投げるのと一緒に一回こっちをこう回します、回すこういうふうにして、へえ、でこう回して返します、こう五木ひろしみたいな、こう面白いね、みんな人それぞれやっぱり違うから、あそう、そうすると投げる時もここくるっと回るんで、上腕骨くるっと回るじゃないですか、くるっと回ってこっち返す、もうピッチャーの使い方やね、でも僕一緒ですね、あ一緒、肘で、はい、やるのは肘回す感じ、はい、僕ここから先で投げる、ファーストもそうなんですけど、ゲッツーとかも全部こうそうすると回します、手首じゃなくこっち使えるんで、あのこれでやると絶対弱いん でこっちで一回守ってあげるとちょっと時間取れるんで、で それで投げるようにしてます、すげえ、すげえ、初めて聞いた、どう、自分も普段こっから先で投げてるんで、月とかの時だけはもうこっから先で投げます、この肘から先だけで投げるっていうイメージ、俺手なんか全く意識したことないんだよね、距離が短い時はちょっとこうなる時もありますけど、うん、若干定位置で取るとか定位置よりちょっとこっちだったらやっぱりさっきみたいな投げ方した方が、なんか本当にショートのゲッツの時のショートスローというのは全く手は意識してなくて、もう足のリズムだけなんだよね、もうここがパンと合えばもうピンと腕を振れるっていう感覚だったから、うん、どうやったら投げやすいかなっていうところしか考えてない、うん、だからすごいな、ね、いやそうしないと僕できなかったんです、あの、投げれないんです、新谷さんこう見せてこう投げれるじゃないですか、そう僕それができなかったんで、あの自分でちょっといろいろ試してでちょっとここで時間差作ってあげて返してあげた方がいい球いったんで、広岡さんが教えてる人はもうみんなこうやって投げろって、ね、うん、そうです、うん、そうです、水産とか全部近くてもステップ小さいステップをステップしてピュッとこうやって投げるっていう、俺はあれできなかった、いやセカンド見づらない、うん、俺はね、俺はこうやってできるだけ見せてあげたい、ボールを。一番衝撃だったのが日米で、それこそカルリプケンが来た時にショートのノック受けてて、正面の頃をこうやって、普通だったらこうやって正面からのボールって右側にこうやって少しボールを持ってて、これである程度まあ面は見せるんだけど、面は見せてポッと投げるんだけど、正面の頃をこうやって投げた。で久慈さん近くなかった？久慈さんって、そうだよね、あすげえな、久慈さんって右足ポッと出してこう投げなかったよね、絶対投げない、こうやって投げたもんね、あれだからすごい衝撃だったんだよ、見てあすげえな、それでより右足っていうのを少し意識して正面でも自分の中で少しこういう入り方する、なるほど、ジャンピングスローはこれまこちゃんに聞きたいんだよね、あ僕はほとんどやらないです、やんないよね、はい、小坂ゾーンでバー YouTube いっぱい出てるけど、ジャンピングスローないからね、しないってことですか、
しなくても大丈夫なぐらいって、うん、そう、はい、うん、1人 2,3 歩ぐらい取れちゃうそれてるから俺らギリギリでこうやって投げなきゃいけないところステップしっかり踏んで投げれる。こっちでもしたらあのこうやって飛ぶもんならあの絶対僕抜けるんで、それだったらもうこうそのこうやって投げた方が結構こう映像を見てるとさこうやって投げることなかった。こうやってこれもありました、うん、けどこの方が力入るんです僕の、うん、はい、じゃんこうやってみんな器用にこうやるじゃないですか、うん、それが僕できなかったので。ジャンピングスローどっちで飛びます？これもね色右派左派いるんですよ。どっちだっけ？そうどっちだっけって感じでしょ。でやってみてあこっちかみたいな。右です。そうだよね、こういう感じでね。右です。どっちだ。そうあのみんな本能でやってるからどっちが踏んでるとかってないじゃん。で自分でやってみて、あ右だ、三遊間なんかやったら右だよ、ね、右です。この間辻さん左って言ってたよ。えこうやって、あ、でもやりますよ。だから両方できるじゃん。はい、左やりますね。でも結構余裕があるときってこう右足の方になるよね、はい、でカツカツのときに左足になっちゃう。あ、考えたことないよ。そう考えたことないのよでもそれをこう伝わっていくと、もうみんながね、だピッチャーの後ろにコロコロって転がってきたやつはやった方が早いよね多分、うん、こうやった方が、うん、距離も近いし。でも結構俺サードの人がこうやってやんセーフティーとかでやるじゃん。なんもうボールも弱くて大体セーフでしょ。で俺はもう絶対割って、まあサードの時はね、まあこれショートの回だけど絶対割って強く投げるっていう方が早いとは思うんだけどね。一回測ってみたらいいんですよ。転がしてこうやって素手でここにまで持ってきて投げるのとここで取ってポンって投げるこのスピードを一回タイム測ってみたら、まあ、素手ってめったに使わないでしょ。もう1か8かぐらいだね。使ったことないんじゃないですかね。ほぼないよね。練習はしたことあるんですけどただ手痛いだけみたいなメジャーとかもあったじゃないですか、こういう映像とかで。あるある。あんなちょっと1回どうなんだろうみたいな、バチッと痛いみたいな確かに取ってさこうやってやるんやったら別にグローブでやった方がいいじゃんみたいな確かにそれはあるよね。そうですね。うちのパフォーマンスだね。まあそうですよね。何度か僕やったことあるのは追っかけていってこの辺でこっちに跳ねた時とか、あ、なるほど、もうどうしようもない、はい、こっちの手使えないって時にもうパッと行っちゃうとかは何度かやってます、うん。さてここで視聴者プレゼントのお知らせです。今回三井ゴールデングラブ賞とのタイアップ企画ということで私を含めゲストの皆さんが着用していたロゴ入りの特製ウェアですが、こちらのロンティを出演者全員のサインを入れて10名様プレゼントいたします。カラーはチャコール、サイズは L のみです。右袖の奥、左胸には星が10個入った宮本モデルになりますと。詳細については概要欄をご覧ください。ご応募お待ちしてます。